こんばんは、平井弘明です。今回はリクエスト動画です。 YouTube のコメントの方にアーリーコックのメリットデメリットっていうのを教えてくださいっていうリクエストがあったので、それについて今日は解説していきたいと思います。平井弘明のワンナップゴルフ。アーリーコックって要はアドレスを取ってから指導の時に先にこうやってコックすることをアーリーコックって言うんですけど、アーリーコックのデメリットはバックスイングがちっちゃくなりやすいのと体が回りづらいですよね。だから二軸でこうやって体重移動してアーリーコックする人っていうのは少ないと思うんですよ。もう真ん中センター軸一軸でマッチングがいいのはクローズスタンス、クローズスタンスでこうやってコックしてコックほどいてまたコックするような感じで打つとマッチングがすごいいいですよ。ただアーリーコックってスライスフェードが打ちづらいです。メリットはスピンが入る、これ結構ビュッとスピンかけるときなんかはわざとコックして打つんですけど、ただそのメリットデメリットじゃなくてアーリーコックでも何でもない、ただコックをするんであればコックした分インパクトは絶対に戻さないといけないっていうこと、これがコックを正しく成功させるポイントなんですよ。コックをしたのに解かないできたらもうこれです。もう僕何回も言ってるか多分見ていただいてる方は分かると思うんですけども、そうこうなります。クラブが戻らないのでコックをしたらコックをした分戻してあげると簡単に当たるんですよ。でそっからバックスイングコックしたんだったらフォロースルーもちょっとクラブを跳ね上げさせて体に巻きつけて打ってあげると対象のコックの量になるので、ここでこう立てるクラブを立てるっていうイメージですかね。バックスイングでもフォロースルーでもクラブを立ててってやると自然と両サイド同じぐらいのコックが決まりやすいので、その意識は持ってあげた方がいいですね。意外とコックっていうとバックスイングだけコックを気にしてしまう方って多いんですけども、フォロースルーも気にしていただいた方がいいですよね。なんでメリットデメリットこれぐらいですかね。あんまりコックって万人がやるものじゃないんで、あんまりメリットデメリットも少ないというか、やりたい時に使う感じの方が多いと思うんですよ。例えばスピンを入れたい時に入れるとか、球を曲げ入れたい時に入れる、ほどくとかっていろいろあると思うんで、毎回アーリーコックをスイングの基本としてやられてる方はそのまんまでいいと思うんですよ。何も意識しないでコックするがままっていう感じのスイングをしていただいた方がいいので、深くあまり考えない方がよりいいコックができやすいと思うので、コックに対してあまり深く考えない方がいいかもしれないですね。メリットデメリットをしっかり理解した上でもちろんやった方がいいんですけども、でも多分ご質問いただいた方って最初からもうコックを入れちゃってる方だと思うんで、だからそのままコックをして、ただスライスとかが打ちづらいっていうことと、あと意外と球が高く上がりづらいんですよ。低く出ちゃいがち、アプローチなんかでは強い球が出ちゃうとかってあるんで、そこはロフトだったりクラブスピード、フルスピードを調整して球の調整をしていただいた方がいいと思うんで、そこは気をつけるポイントですかね。ちょっとその辺をやっていただきたいと思います。練習なんかでちょっとボールの球の強さとかスピードを調整してコックの度合いを調整していただくといいかなと思います。で今回リクエスト動画ですね、アーリーコックの解説させていただきました。よかったらチャンネル登録の方とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。